小系学院大学オンラインオープンキャンパスをご覧いただきありがとうございます私は学類紹介を担当する心理教育学群学校教育学類井原氏生と申しますどうぞよろしくお願いします学びのポイントその1 得意分野を持った小学校教員になることができます。国語、保健体育、特別支援教育、この中で少なくとも一つの得意分野を持った小学校教員になれます。取得できる教員免許とその組み合わせは、ご覧の通りです。小学校の免許をベースに、 中学校の国語、中学校の保健体育、特別支援学校の免許が取得できますそして、ご覧の通り、4年間で最大3つの教員免許を取ることが可能です学びのポイントその2実践的指導力が自分のものになります 学校教育学類では一年生のうちから学校現場で学びます昨年も小学校と中学校特別支援学校の見学を行うことができましたその中で各先生方の授業方法や学校としての特色ある取り組みをつぶさに学ぶことができました 1>, 1・2年生の学校見学、そして3・4年生での教育実習と、4年間を通した学校現場の学びを継続する体制を整えています。見学実習だけではありません。読み書きが苦手な子どもたちに対して、日常的に遠隔学習支援を行っています。Zoom を使った学習支援です。 学生のうちから特別支援教育の実践力を身につけることができます。パソコンの操作やデジタルデータの扱いなど、ICT スキルも向上します。学びのポイントその三、教員採用試験対策を手厚くサポートします。 1>, 1年生のうちから、無料で採用試験対策講座を受講することができます。教員になった後、教員であり続けるための人間力も身につけることができます。苦手なことも得意なことも、子どもたちと一緒に成長できる。それが教員という仕事の魅力です。 得意分野を持った小学校教員を目指して学校教育学類でぜひ一緒に学んでいきましょう以上で学学校教育学類の紹介は終了となります。他にもさまざまなコンテンツを用意してありますので引き続きオンラインオープンキャンパスをお楽しみください。